佐藤式リンパケア考案者の佐藤です。今日はですね、口角が上がってマリオネットラインにも効果がある過深下制筋のケアになります。ね、だんだん年を取ってくるとぐっとここの筋肉が収縮してぐっと下に口が下がってきたり不機嫌に見えたりしますけども、これをぐっと上がることによって、運気も上がりますし、見た目の印象もねすごく柔らかくなりますから、是非皆さんもやってみてください。これ一般的には口角上げるんだと美容整形とか、ボトックスとか打つと思う。ボトックス打つのは、口角上げるのはこの過深下制筋に打つことによってここの力がなくなってぐっと上に引っ張り上げられるっていうこの筋肉なので、ものすごくねこれ効果あります。ボトックスが効くっていうものは大体佐藤式でいけるんですよ。エラもですね、ぐっと中に入ったり、こういったケアもものすごく効果がありますから、特にボトックス打った人もね、再発を防ぐためにもやっていただくとすごくいいと思います。ではですね、口角下制筋、口角からここのエラについてる筋肉なんですね。ここの筋肉を回転させるようにキュッと上に引き上げます。そしてここのエラの骨を向かってトン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 、これを口角を触れてちょっとだけにって笑うような感じ、にって笑って、笑った状態でにっていうのを力を抜きます。そうするともうこれ上がった状態になりますけど、これを維持したままこの裏をトン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 でして、そう、振動ものすごく弱い振動じゃないと効果はありませんからね。これ皆さん間違えて強くやれば効果があると思いきや、弱ければ弱いほど効果が高くなります。なぜかっていうと、何かここの筋肉に作用させるんじゃなくて反応を待ってるからなんですね。弱い方が筋肉は反応して緩まるんですよ。でこうやって今度は深呼吸。であとゆら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 って筋肉を揺らす。でなでる。でなでることによって毛細リンパ管が開いて老廃物が流れていくという感じになります。このまんま大胸骨筋という筋肉があるんですけども、ここの頬骨、ここからスーッとして、これは今度はこっち側をゆら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 、唇側をゆらゆら、そしてこのこっちの指に伝わるのを感じるっていうことですね。これはものすごく弱く揺られる。頬骨の方の位置は本当にまっすぐ、そうです、まっすぐ上げてくるってことですね。そうですそうです。頬骨のちょっと下あたりです。そうです。ここの頬骨のちょっと下あたりのこうずっと骨にぶつかるところですね。シュッと一番くぼみがあるところです。頬骨のこの横に筋があって頬骨がこう分厚くなっていくんですけど、ここの一番くぼみがあるところですね。でこれでゆら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 ってしたら、今度はここ外してこのままゆらゆらゆらって、これもやっぱり揺れを感じるっていうことですね。それは、揺らしてる方のはこっちのほっぺた側ですね。うん、そうです。ここをゆらゆらゆらって揺らしてあげる。で撫でるっていうことですね。さっさ筋肉の走行に沿って撫でてあげるので、こんな感じで撫でてあげる。そうするとここをこうグッと。もう極端にね、にっていう、もう特に普通にしててもこっちグッと上がってるんですけども、にって洗うともう極端にこっち下がっちゃって、本当に口の中もすごくこちらは軽いですし、全然違った状態になります。反対側もやってみますかね。反対側もここでこう持って指先を触れて回転、こういう回転をします。でにって笑って、で普通に楽にしても口角上がった状態になりますから、そのまま真下に下がってきて骨で、これをね1話で結構どこでもいいです。で感じやすいとこっていうかで、揺れを要するに触ってるとことここの触れてる両方の間が全部緩む形になりますので、その正確な位置っていうのは必要はなくって。っていうことですね。こうで表面をゆらゆらゆらって揺らす。ものすごく弱く揺らして、で深呼吸ですね。深呼吸の、場所もどこでもいいんですけども、でなでなで、すごく優しく優しく優しくなでてください。っていうかです。これはもう一回やりますね。トン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 ってそのトン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 ってこの真下の部分をトン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 ってします。で撫でてあげる。そしてずっとこっち上がっていって頬骨のシュッていったところ。でこれでゆら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 。でこの揺れを感じる、揺らされてると思って顔側になって感じるってこと、手側じゃなくて顔側になって感じる。でここもゆらゆらゆらって言って、で深呼吸をする。であとは筋肉の走行に沿ってさっ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 て撫でるとこう。あ、そう抜きましたね。抜きました。抜けました。うん、こうにってやると、後からやった方が効果が上がりますので、でもう一回やったからもう一回やって、またこっちになって、またこっちになってみたいな感じでどんどん上げてっていただければ、ものすごくもう僕も今笑ってないのにこう笑った顔になりますから。本当に顔も軽くなって、まあ顔が軽くなるって明るくなると本当に心も軽くなりますから、本当になんかいいことあったみたいなことを言われることも増えると思いますので、運気も変わりますよ。確実に内側が変わると外側もそれに反応していろんなことが変わってきますので、外側を変えるために動くんじゃなくって、とにかく内側の気分が良ければどんな外がどうであろうが別に関係ないので、それですごくハッピーになれますので、ぜひやってみてください。今日の動画いかがだったでしょうか。今日の動画ね、良かったなと思ったら高評価ボタン、それからですねコメントの方募集しておりますので、何か質問があったりしたらとか、あとリクエストですねあったらコメントの方よろしくお願いします。それからですねチャンネル登録がまだの方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。